はい、速稼塾の久保です。今日のですね、相場解説なんですけども、109円とか110円の方向に向かって、どん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 買いでいいんじゃないかというふうに申し上げました。で、その中で、もう申し上げたのはですね、ここに急上昇の流れがありますよね。で、こちらの方を超えたから買いで入るのが正解ですよと申し上げたのと、あとこの画面ではね、出てないんですけども、こちらの方を伸ばしていただくとですね、ちょっと待ってくださいね。ちょっとずいっとね、リアルタイムチャートが見えてると思いますけども、ご覧になれますか。4時間を見てみましょうか。4時間を見てみると、いかがですか。もう抵抗スラッと抜けたところがありますよね。よくわからない方は、前回の私の相場解説見てください。そこで、相場解説のしっかりさせてもらってますけども、ここからは買いでいいんだよということを申し上げましたよね。で、現在、108円の944には入っています。ということで、今朝、私の放送を見て買いのエントリーを今日中のどこかでした方っていうのは全員利確ができると思います。まあこの時点でね、109円にはなっていませんけども利確していただいて、今日もね20ピップス30ピップス多い方はねもうちょっと40ピップスくらい取れたのかなと思いますけども、まあ40ピップスはねちょっと自分の考えも入っていて早めに入れた方に限りますけども、まあでも20から30ピップスは取れたんではないかなと思います。まあおめでとうございます。まあ私がねもうこれほど買いでいいよとか買いでいいんだとね、なんですかね、買いトレンドに入ったよと、それが、なんですかね、あれですよ、サンゾン、あ、そうか、すいません、忘れた。窓を抜けてサンゾンも抜けたんで、もう完全に買いトレンドに入ったよって時は、もうしっかりとね、買いで入っていただければよろしいかと思います。はい、それではね、今日は気持ちよく動画の方を見ていただいた方は、全員利確ができたと思いますんで、今日みたいな、今日もね、やっぱり得意なパターンですよね、サンゾン抜けて、窓抜けてってやつは。はい、ありがとうございました。ではまた明日解説します。